はじめまして。私はタムティトトゥイと申します。トゥイと読んでもいいです。今年は26歳です。广宁から来ました。私の家は世界遺産のハラワンの近くにあって、とても綺麗なところです。私はハノイ大学の日本語、そして貿易大学の国際ファイナンスを専攻しておりました。私の趣味は読書とダンスと飲食研究です。本日は私は日系企業の新卒サポートアグロカルチャーの IBC 部のメンバーになっておりました。私は従来日系生産日系企業でずっと働いていましたが、アグロカルに入社して従業員の皆さんはほとんど若者でプロに働いていることを見て本当にびっくりしました。ここは、親切で活発的な雰囲気があって、まあということを感じておりました。まあちょっと個人的な質問なんですけれども、皆さんにとって人生の中に何が一番大切なのか、皆さんはお金持ちとか家族が一番大切だと答える人が多いでしょうね。でも私にとって一番大切なのは自分の成長だと思っております。ここで成長制限がなくてもっともっと成長できるように期待しております。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。